京都へおいでやすのミスター京都アキラ。はい、今日はね、京都の円町、はい、西大路通りを北へ行ったところ、はい、円町に来てます。ほんで、こちらね、担々麺の専門店恵比寿、その恵比寿さんがね、円町にできたということで、早速やってきました。もうずっとね、僕も担々麺専門店っていうだけですごい昔から気になってたんですけど、今日初めて乗り込みたいと思います。それじゃあ早速出てくるぜ。ゴーゴーゴートリプルクッ、レッツゴー担々麺。いやー、楽しみ。ということで、さっきね、円町に JR 途中下車して、こちら北の円町からね、北へ東行ったところにこの恵比寿さん担々麺できてるんですわ。これ一日一麺、一気一麺担々麺。はい、恵比寿さん行ってきます。これよ、これ特製あ、すいません、はい、今日はこれで、これお腹減ってるんで、大盛り、大盛り頼みましょう。特製大盛り、いろんな種類があるんやけど、これも言いました、唐揚げ、唐揚げちょっとね、初めてだし、とりあえずノーマル味付け。はい、本日は麺の硬さ固め、スープ濃いめ、辛さ大、それでお願いしました。ほんまこれ行きたいけど、初めてやから普通の辛い麺。はい、はい、そしたらね、恵比寿ビール、珍しいな、恵比寿ビール、あ、恵比寿ビールいいね。天下でめちゃめちゃ暑いので、今日は電車なんで飲ましてもらいます。あ、ありがとうございます。お米の濃いめの辛みで、はい、すみません、ありがとう。うまっさん、もっかり早速ラーメンということで、行きましたよ。これ肉入り担々麺の大盛り担々麺の専門店で、今ね、ちょっと店舗をね、ちょくちょく増やされてるお店なんで、すごい楽しいんですよ。ずっと行きたかったんですよ。あ、結構濃厚なスープで、あ、うまそう。そしたら、いただきます。ありがとうございます。はい、ということで初めてのお店です。ごまの風味がいいね、これ。で、ちょうどいい辛さ。濃いめにしてよかったわ。
はじけんでしょ。ミンチも結構入ってるよ、これゴロゴロ入ってる。チャーシューもね、結構分厚めでめちゃくちゃうまいっすよ、これ。で、スープがこの濃厚でね、麺に絡んで、で最後これです。最後はこれでミンチをすくう。はい、そういうことです。引き立ての山椒注文させていただきました。これがね、これです。引き立て山椒、これです。これは上をボタンを押したら出るそうです。よっしゃ、本当出てるんだ。口色あ、ええ香りしない。あんまり入れすぎてもあれやし、これぐらいで。そしたら引き立て山椒を出して、これ間違いなく合うわ。こういうことですね。せっかくなんで唐揚げを、唐揚げを担々唐揚げ、
担々麺のお店でした。ふやっと来れました。ほんまにうまいんで、皆さんも一回お越しいただきたいと思います。マジで濃厚で最高です。美味しかったです。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ということで、担々麺のエビさん行ってきましたよ。むちゃくちゃうまかった。俺の中での担々麺のイメージを覆してくれましたね。あの濃厚さがね、むちゃくちゃ最高なんですよ。濃度も濃さも味もね、ちょっと一風変わって本格的な担々麺を食わせていただきました。ほんで、あの僕はエビスっていう名前なんで、ビールもエビスビールということらしいです。はい、最高に美味しいお店なんで、皆さんもぜひエビスさん担々麺食べに来ていただきたいと思います。ごちそうさまでした。それではチャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。ご視聴いただいている皆様、愛してます。マホトです。ありがとうございました。最後までご視聴いただき、ほんまお気に入りです。京都や大阪に旅行へ来られる時の参考にしていただければ幸いです。これからもミスター京都うまいもん TV お頼申します。